皆さんこんにちは。ウィィズペティ犬猫病気辞典です今日は犬の鼠径ヘルニアについて症状原因後発品種予防方法治療方法の順に解説します。それでは早速始めましょう。犬の鼠径ヘルニアとは内ももにできるヘルニアです。生後 精巣が腹空から陰脳内に移動する際に通過する穴を通して、脂肪や臓器が皮膚の下に脱出している状態です。鼠径ヘルニアには、先天的なものと後天的なものがあります。先天的な鼠径ヘルニアの場合、生後数ヶ月の子犬で確認できますが、必ずしも病的なものとは言い切れません。成長とともにヘルニアが小さくなり、目立たなくなることもあります。 素形ヘルニアは腸管などの臓器が鼠径輪で占められてしまう状態にならないように注意して観察する必要があります犬の鼠径ヘルニアの症状とはヘルニアが乾燥していないか注意しましょうヘルニアとは臓器や脂肪などが組織の隙間を通って本来のあるべき場所から脱出してしまっている状態のことを言います 生後、精巣が腹腔から陰脳内に移動する際に通過する穴を通して、脂肪や臓器が皮膚の下に脱出している状態を、素形ヘルニアと呼びます。生後数ヶ月の子犬では、素形ヘルニアの状態は、必ずしも病的なものとは言い切れず、経過観察となる場合も多いです。素形ヘルニアは、腸管などの臓器が素形輪で占められてしまう状態にならないように、 注意して観察する必要があります素形ヘルニアの内容が脂肪のみであった場合は大きな症状が見られませんが腸管であった場合は便秘や嘔吐などの消化器症状時に痛みを伴うこともありますまた素形ヘルニアの内容が膀胱であることもありそういった場合は排尿障害が見られることがあります 素形ヘルニアにおいて最も注意すべき状態は、ヘルニア内容が素形輪で拘束されてしまう寒遁の状態です。ヘルニアが寒遁状態になると、血流を止めてしまい、ヘルニア内容を餌死させる可能性があります。素形ヘルニアの様子がいつもと異なり熱を持っている、赤くなっているなどの症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。 犬の鼠径ヘルニアの原因とは、先天的なものと後天的なものがあります。先天的な鼠径ヘルニアは生後数ヶ月の子犬で確認できます。子犬の精巣は生後鼠径を通じて陰脳内へと移動します。鼠径は成長とともに筋肉によって閉鎖されますが、鼠径の大きさと閉鎖の進み具合は犬によって異なり、 生後数ヶ月で鼠径輪がほぼ閉鎖されている鼠径輪から脂肪が少し出ている鼠径が大きく腸管などの臓器が出ているなどさまざまな状態が見られます後天的な鼠径ヘルニアの場合交通事故などの大きな障害出産時における過度な腹圧などが原因となります。また肥満によって腹圧がかかり 素形ヘルニアが発症することもあります犬の素形ヘルニアの後発品種について全犬種で後発します素形ヘルニアは子犬であればどの犬種でも起こりえますがオスで見られることが多いです素形ヘルニアが病的なものであるか気になる治療の必要性が気になる場合はかかりつけの獣医師に相談してみるといいでしょう 犬の鼠径ヘルニアの予防方法について先天的なものには予防方法はありません先天的な鼠径ヘルニアは予防することはできません後天的な鼠径ヘルニアは避妊手術を受けて妊娠出産させないようにする肥満にさせないよう栄養管理を行うといったことが予防につながると言えます犬の鼠径ヘルニアの 治療方法について外科的な鼠径ヘルニアが腸管などの臓器が脱出してしまう大きさである場合は外科的な方法で鼠径輪を閉じることで治療を行います緊急性がない鼠径ヘルニアでは犬の成長による鼠径輪の閉鎖を待つ場合や虚勢手術避妊手術の実施のタイミングを待って 同時に素形ヘルニアの手術を行う場合があります。素形ヘルニアが寒凍してしまった場合、緊急の回復手術を行います。ヘルニア内容を腹腔内に戻し、必要であれば、餌食した部分を除去します。本日は以上となります。今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば、 大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方は是非チェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。